テのドリームキャストプレイ動画第162弾ワールドネバーランド2プラスプルト共和国物語の方に挑戦していきたいと思います。では本編の方どうぞ。聖あるものに光を灯し、聖あるものに希望を与える。この地が我らの家ならば、すべてのものが家族たれ。人よ、空を尊び大地をめでよ。我らの種が健やかに満ちてゆこう。竜よ、この地を守り慈しむ。人のそばに住みながら。ワクトよ、この地を治め、すべてを知り尽くせ。あまねく大地に宿りながら。我らはアレフの彼方で待っている。聖ある者が大地と共に歩む日を。竜が訪れる国、プルト共和国。大アカデ湾を北西に望み、後方エレシ山を南東に眺める自然豊かな海洋都市国家。自然を崇拝する多神教のワクト教を信奉する国である。国の最高機関サイファ評議会を中心とした共和制を敷いている。この国には武術を訓練するショルグ、仕事に励むウルグという2つの組織がある。国民が成人するとこの2つの組織に配属される。武術と勤労を大事にする国である。3年に一度竜バグエルがこの国を訪れ、人と共に試合をする。竜が訪れる国と言われるゆえんである。竜は自然を慈しむ。雨や雪が降り、穏やかな季節を持つこの国を竜は特に気に入っていた。人も多くこの地を訪れた。多くの移住者がこの地に集い、プルトを形作っていた。北に住む白い肌の人々、東に住む黄色い肌の人々、南に住む黒い肌の人々、さまざまな肌の色の人々が今も絶えることなくこの国を訪れる。そして今、あなたもこの国を目指して船に乗る。あなたはこの国でどのような人生、そして
夢を刻むのだろう。
Thank you.
you